PPP に入ったら情けない思いをする話っていうことなんですけど、これあれですかね、まあでも国々のね、あのそういう自由貿易っていうのものをどんどん促進していって、ってことはみんなも結構それ恩恵なんか預かれる部分あるんじゃないですか。うん、恩恵に預かれるのは一握りのお金持ちとか、あるいは大企業ってとこですね。で、大半の国民にとってはそれはもうかなり厳しい世の中になるっていうことだと思います。でもね、なんかそんな TPP っていうような、こんな、あの国際的な取り決め協定、まあ、実質はもう条約みたいなもんですよね。そうですね、国民を苦しめるためにわざわざこんなものを入るかっていう疑問があると思うんですよ、皆さんの中には。そうですね、それはやっぱり誰のために政治をやってるかっていう問題にかかってくると思うんですけども、やはりその今これ世界的な問題になってるんですけども、コーポラティズムって言われてまして、大企業が政府と今一体になっちゃってるんですね。で、大企業に有利なルールを作ろうっていうのが今もう世界の潮流なんですね。例えばその米韓 FTA、そのアメリカと韓国 の, その貿易のやり取りっていうものを決まりっていうものに関して、韓国は今実際に潤ってるんですか。いやいや全然大問題になってます。もともとこの米韓 FTA も日本の TPP と同じように国民が内容を知らないうちに話し合われちゃったんですね。で、最終的に議会の批准が必要になるんですけど、その時に情報が漏れてきて、もうこれはとんでもない内容だということで大暴動が起きてるんです。で、議会の中ではもう反対派の議員が催涙弾投げて抵抗したり、あるいはその国会の外では抗議のための焼身自殺をしたっていう人も出てきてるわけですね。すごいな。でそれぐらい反対されたんだけども、その時の日本の報道っていうのは、韓国も米韓 FTA を結んだんだから早く日本も TPP に入れって言ってたわけですよ。で、もう一つは ISD 条項。 ISD 条項、これは簡単に言うと、企業や投資家が相手の国の政府を訴えて賠償金を請求することができるっていう制度なんですね。おい、俺商売したのに損したぞってことで、その投資家が国を訴えられる。そういうことです、もっとなんか直接的に僕たちにこうなんていうか不利益をこう想像させるようなことって何かないですかね。やっぱり食の問題がすごく大きいと思うんですね。食の問題で、政府はこの TPP に入るとその農作物の売り上げが3兆円減るって出してるんですよ。で、日本の農作物の売り上げって年間 7.1 兆円なんですね。7.1 兆円から3兆円減るってことは4割以上売り上げが減るってことなんです。となると、これは4割の農家が減るっていうことではなくって、まあ、大体農家さんっていうのはみんな借金背負って営業経営してるわけですよね。で、若干でも売り上げが減ると借金返せなくて倒産してしまう可能性があるわけですよ。で、そうするともう日本の農業が壊滅的な影響を受けるわけですね。あとは、遺伝子組み換えの問題ですね。で、今もうすでに遺伝子組み換えっていうのが日本には大量に入ってきてます。輸入してるわけですね。で、この遺伝子組み換えを作ってるの、世界のシェアの9割がモンサントという企業です。で、アメリカでは一応安全だっていうことになってるわけですが、もう世界では危険だっていう研究結果がいっぱい出てるわけですね。で、買い物行くとですね、日本ではこうラベルのところに遺伝子組み換えではありませんっていうふうに書いてありますね。ありますね。それを見て消費者は安心して物を買うことができるわけですけど、モンサントっていう企業から見るとその遺伝子組み換えでありませんっていう表示が非関税障壁に当たるわけですよ。で、もう一つはそのおそらくその放射能の影響と遺伝子組み換えの影響で病気になる人がすごく増えるわけですが、この国民皆保険制度っていうのがありますよね。医療の話に入ります。医療の話に入ります。アメリカっていうのは基本的にはこの国民皆保険制度ではないわけです、で、まあ、お金持ちは世界最先端の医療を受けられますけど、お金がない人は、まあ、まともな医療が受けられない社会なわけですね。全部ストーリーが出来上がってるんですね。そうですね。もう食、医療、もうその2つ、その2つをやられてしまえばもう人間かなり厳しいですよね、生きていくのにも。そうですね、厳しいですね。で、もう一つは初めに言ったようにその各国のルールを共通にしなきゃいけないわけですね。そうするとアメリカ型の労働基準に変わっていく可能性があるわけですよ。続いて労働問題です。で、
アメリカっていうのはもうなんか経営者がいや君もう明日から来なくていいよって言われたらそこですぐにクビにできちゃう社会なわけですね。なるほど。でそれは今日本の安倍政権もやろうとしてるわけです。